地に揺れてる朝顔少し狭いけど川の流れはいつも海に向かってる顔があれば誰も言葉分け合うために汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる季節外れの雪が降ってる東京で見る雪はこれあ、おかえりなさい向こうさんたちは先に出かけちゃったあ、それでね、これ地図だってあ、そうお急がなくちゃリンデンバウあ、見てろよねえ、地図何言ってんだ今姉さん持ってったじゃないかよえこん中でそうだじゃあ、行ってくるよさよならやったちょっとね、なんだこれ何がえやばい、そうだちょっと姉さんそれじゃあ、絵を見ていただけますかご意見を伺ってから、もう一度手を加えようと思っていますでも、私よくわかりませんわ何でもおっしゃってくださいあまり明かりの具合がよくありませんけどもどうでしょうかまあ、素敵気に入っていただけましたかでも私そんなに綺麗じゃいや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 まだまだ不十分ですもっとあなたは美しいよしその一言でもって彼女は黙る先生そこ一気に攻め込むこの絵の題名なんですけど何とつければふさわしいかと思いました何とでもお好きなように実は僕こんな題名を考えたんですどんなそれは妻という題名ですいかがでしょうか OK その通りやれれば成功疑いなしそうか、うん、大丈夫だしかしいやだからな妻っていうのが言いにくかったら紙に書いて彼女に見せてもいいとにかく落ち着いてやれしかし筋書き通りいくか大丈夫だうまくいく大丈夫だよし行けどうもありがとう健闘に乗る健闘に乗るどうもありがとう行けおいおいおい社会の窓あダメだ完全にぶっ壊れたどうしてくれるんだよ俺に文句言ったってしょうがねえだろこんな安物買うからいけねえんだよ他になんかないのかあればこんな格好してるか他のはみんな絵の具がくっついてんだよもういいよ返すよダメだよそんな前入ってておい俺店行って取ってくるよそんな時間ないって言ってるだろじゃあどうする気だドラがドラってのはお前じゃないかしょうがないよもう俺のジーパン履いてけお前どうするんだよえいや俺カーテンだよお前帰るさあなた大丈夫だなあいいこと思いついたなんだズボン後ろ前に履いたらどうだろうバカお前よっやってみろえどうだえほらどうだどうだちょっと待ってねいけるだろうんベルトを後ろで締めるのか、うん、とりあえずそうしておいてくれあの電車の中で直すからよしどうだい分かんないじゃないか正面するとき気をつけろお前、うん、我慢するよ正面ぐらいだからお前上着は脱ぐなよ絶対分かってる友情に感謝するよ俺なんかいいだろおいおい何か落ち着いてやれよ分かった分かった頑張れありがとうありがとう、うん
待たせして。いえ、私も今来たばかりですから。いや、実は出かけにちょっとした事故がありまして。事故？いえいえ、交通事故じゃないです。ごく些細な、この個人的な。いや、どうも大変申し訳ありませんでした。いえ、お座りになりませんか？じゃあ失礼します。いらっしゃいませ。あ、コーヒーでよろしいですか？じゃあコーヒー2つ。じゃあそうさせてもらいます。いや、いいんです。何喋ってるんだろうね、あの二人。大さんも口下手だからな。パチンコ屋への話だといくらでも喋るんだけどね。姉さんだってそうよ。まるで意味のないこと喋るのは天才的だけど、真面目な話になると5分と持たないんだから。なんだか心配になってきたな。お互いにトンチンカンなこと言い合って結局またパーになるんじゃないだろうな。嫌なこと言わないでおくれよ。うまくいってくれるといいんだけどね。でも大さんにプロポーズなんかできるかしら。何も今日プロポーズされなくたっていいんだよ。あの子は失敗さえしなければさ。今日まとまらなくたって壊れなきゃいいんだから。ああ、もうなんだか落ち着かないね。この10年来この喫茶店を借りて個展をやっておりますので、今回もここでやります。あら、ここでやるんですか？気に入りませんか？いえ、私は気取らない雰囲気の方が好きですから。いつからですか？あさってからです。あなたの絵を含めて猫の絵なんか11点出品する予定です。ご了解いただけますか？それじゃあ絵を見ていただけますか？ご意見を伺ってからもう一度手直しをしたいと思っております。私よくわからないんですけど。いえ、何でもおっしゃってください。明かりの具合がよくありませんがどうでしょうか？はあ、かわいい猫。私猫好き。アパートの方に伺いましょうか？ダメです。とてもお見せできるような部屋じゃありません。しまった。あさってから展示されるわけでしょ？私その時拝見しますから。そうですか。どうもすみません。いえ。題名なんですが、なんとつければふさわしいかと。やっぱり猫じゃないかしら。猫？あ、この絵じゃなくてあなたの絵の題名なんです。あ、そうですね。知ってる人が見に来ると照れくさいですから、すぐ私と分かるような題でなくて、もっと抽象的な、ある女とか椅子に座る女とか。なるほど。美女じゃずずしいかな。暑いな。上着お脱ぎになればいいのに。じゃあ失礼して。何ですか、湿気？ズボン。ズボン。
遅いな姉さん。うまくいってないのかな。どっかで焼け酒でも飲んでるんじゃないかしら。うまくいったら姉さんのことだからホイホイ飛んで帰ってくるはずだもんね。そうだよね。やったぜベイビーなんて叫んじゃってさ思った通り大した男じゃねえね。ハイコちゃんみたいないい娘捕まえらんねえなんてさ、あんな男目じゃねえよ。だから芸術家なんてのはダメなんだ。もう私は気分が悪くなってきたから横になるよ。智子、あと頼んだよ。はい。ほら、そろそろ帰るとするか。じゃあ、お邪魔さん。まあ、というようなわけで喫茶店を出るとファスナーを直しに洋品店に行ったんですけどね、うん、それが店員さんを笑わせに行ったようなもんでね。愛子さんは赤くなる、先生は青くなる、店の女は黄色い声を立て笑うから、まるで交通信号。それでパーカー。普通の女ならそれで呆れて帰っちゃうところですけどね。愛子さんはそうじゃなかったんですよ。ちょいと見直しました。どうしたの。映画に連れてったんです、まあ、先生があんまりしょげてるんでね、慰めようと思ったんじゃないですか。なるほど、映画ね。それじゃん、うん、でどうしたの。いや、あとは知らない。俺そこで帰ってきちゃったから。そっからの感じなんじゃないの。どうして帰っちゃったんだよ。だって俺前に見た映画だもん。バカ、うん、いや、まあ、それって言うと完全に望みが消えたわけでもねえんだ。多分ダメだよ、あの様子じゃ。いやいや、映画が終わるだろう。食事にでもってことになるな。いや、公園でも散歩するか。とにかく望みはあるんだ。あるといってもこううっすらと牛乳の皮一枚ってとこじゃないですか。それでもあるの、望みはある。